フランコダミアン・バスケスは、アルゼンチンタンティ出身のサッカー選手。パルマ・カルチョ1913所属。ポジションはミッドフィールダー。CA ベルグラーノでキャリアをはじめ、2011年にパレルモに加入した。2012から13シーズンにラーヨバ・ジェカーノエロームを経た後に所属クラブで活躍し、ラリーガのセビージャ遺跡が決定した。母親がイタリアの出身であるため、 バスケスは自身の出身であるアルゼンチン代表とイタリア代表でプレーする資格を有しており2015年にイタリア代表デビューを飾ったが2016年に入り生まれ育ったアルゼンチンの代表としてプレーしたいという願望を明らかにし2018年にアルゼンチン代表で初出場したイタリアのパドバ出身の母親とアルゼンチン出身の父親から生まれたため アルゼンチンとイタリアのパスポートを所有している。2007年にベルグラーノでデビューし、中心選手となったバスケスは2010年にパルマが最初に興味を持ったほか、多くのイタリアのクラブから関心を持たれるようになった。2011年8月、ハビエル・パストーレに代わる選手として、パレルモから強い関心を示され、2012年1月から、 加入することで2011年9月1日に453万ユーロの移籍金で合意し、2011年12月29日に正式に加入が発表された。2012年1月8日に行われたナポリ戦でデビューし、リーグ戦14試合に出場したがその多くは途中、交代での出場であり、ノーゴールに終わった。 2012年8月24日にプリメーラ、ディビシオンのラーよバジェカーの期限付き遺跡が決まったが、交代での出場がほとんどであり、完全遺跡することはなく、パレルモへ復帰することになった。ジェンナーロガ・トゥーゾ監督からはメンバーにさえ選ばれず、前半戦はセリエ B の試合に出場することはできなかったが、2014年1月にジュゼッペ・ヤキーニが監督に就任すると、 期限付き遺跡で加入していたバレリオ・ベッレに代わって、レギュラーとして試合に出場するようになり、セカンドストライカーのポジションを務めたバスケスは多くのゴールチャンスを作った。セリエ A に昇格して迎えた2014から15、シーズンはパウロ・ディバラと効果的なパートナーシップを形成し、2015年1月16日には2019年6月30日まで契約を延長した。 2016年7月16日にセビージャへ5年間の契約で加入することが決まり、1500万ユーロの遺跡金が支払われた。2016UEFA スーパーカップのレアルマドリード戦で公式戦デビューを飾り、6から4で勝利した開幕戦のエスパニョール戦で初ゴールを記録した。フアン・ロペテギ監督が就任した2019から20シーズンから、 出場機会を減らし、2021年5月25日に、シーズン終了後に対談することが発表された。2021年6月29日、セリエ B のパルマカルチョ1913に加入した。背番号は10番。イタリア代表でプレーする資格を有し、ユースも含め代表における出場経験がなかったため、イタリア代表はバスケスの招集に意欲を持っていたが、 バスケス自身が招集に応じるかどうかについては不確定であった。2015年1月下旬にアルゼンチン代表の選出には厳しい競争があるためアントニオ・コンテの招集に応じる意向があるとバスケスは表明した。2015年3月21日に UEFA、ユーロ2016予選のブルガリア代表戦とイングランド代表との親善試合に向けたメンバーに初めて招集され、 ブラジル生まれのエデルも一緒に招集された。3月24日に行われたセリエ A の会議の中でロベルト・マンチーニ監督はイタリア代表の選手はイタリアで生まれた選手で構成されるべきであり、イタリア出身ではないものはイタリア人の親族がいたとしてもプレーするに値しない。と個人的な見解を述べたが、コンテ監督は 2006FIFA ワールドカップ優勝の 一助となったマウロカモラネージのようにエデルやフランコバスケスが UEFA ユーロ2016優勝のために貢献することがどうして問題なのかと答えた2015年3月31日に行われたイングランド代表戦に61分からエデルと交代で出場しデビューを飾った2015年6月16日に行われた ポルトガル代表との親善試合で2キャップ目を記録したが、2016年8月に生まれ育ったアルゼンチン代表でプレーしたいという願望を明らかにした。そしてその後のセビージャでの活躍もあり、2018年8月に初めてアルゼンチン代表に招集され、親善試合のグアテマラ代表戦で途中出場してデビューを果たした。 バスケスは敏捷性が高く、広い視野とパス能力、優れた技術を持った左利きの選手である。ゴールを演出する能力に優れ、2014から15シーズンのセリエ A では、リーグトップタイとなる10アシストを記録した。ゴールチャンスを生み出すだけではなく、自身も長距離からゴールを奪うことができ、セカンドストライカーなどの攻撃的ミッドフィールダー。 以外の攻撃的なポジションであるウィングや、中盤の底で試合を組み立てるプレーメーカーなど、中盤のいくかのポジションを務めることができる。また、バスケスのプレイスタイルは、ハビエル・パストーレや、ロベルト・バッチョと比較されている。ありがとうございます。